さあというわけでですね、どうも皆さんこんにちは、沖縄です。ついにこちら始まりました。新しいガチャですね、レジェンズフェスティバルのステップアップガチャでございます。はい、来ました。うん、でラインナップ見ていきます。はい、SP 率が3倍ですね。で副産物こんな感じっていうことで、お、復活飯とかもいるんだ。あー、いいですね。やっぱ今回のめちゃめちゃ良くない副産物。まあマタナが一番古いけど、とりあえずこのね、龍拳4プラスですね、新しい新キャラ、極別の4タック、求めてね、引いていこうかなと思います。はい、早速やっていきましょう。うん。やばかった、マジでね。あ、不良で寝かけてた。ほんまにやばかった。うん。もうちょっとで意識なくなるっていうところで、アラームが鳴ってくれましたね。行きましょう。さあ、もちろんね、極別4当たり次第ですね、使ってみた動画も出したいと思ってるんで、チャンネル登録お願いします。うん。いや、マジ早いこと引けてくれ。今回一応ね、まあ、意思、1万何歩ぐらいだ、中華も一応買ってきてはいるんで1万5000円ぐらいはあると思うんですけど、はい、引けるかどうかといった感じ。おお、そう、 SP3 倍やから今回 SP 出まくります。マジで出まくらなかったら逆に問題です。まあ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 、はい、ザンギエフね、ザンギエフが赤6と。いやマジ頼むぞ、本当に。もうウルトラブロリーの時とかさ、もう散々な目にあったからね。もうすぐ当てちゃいましょう、レジェンズフェスティバルは。いつもより確率も、まあ、一応ね、事実上は高くなってるはずやから、そこら辺も期待して頑張っていきましょう。お願いします。はい。にゃー。てかさ、このさ、ガチャってもう、ビーストの青背景の仕様終わってるんかな？わかんないですけど。一応 BGM はね、また著作権引っかかるかもしんないんで、まあ、なんか適当にさして流していると思いますが、まだちょっとそこも調べていきたいと思っておりますが、いや、スパゴジか。誰がラインナップなんやろ、通常 ST は。全然知らんわ。はい、お願いします。さあ、青背景を見たいところですよ、とにかく。青背景から全てが始まるが、もう、緑の地獄来た。緑の悪魔来たよ。ベジじゃねえ。誰を呼ぼうとしたよ。ちょっと待って。今誰を呼ぼうとした、バーダック来てくれ。バーダック、バーダック。いやー。なんかワンチャンね、新演出とかも来てたりしたら熱いかなとか思っちゃったりしてるんですが、どうでしょうか皆さん。新演出見た方はね、DM 送ってきてください。はい。いや、出んかなこれ。飛ばそうかな、飛ばすわ。まあ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 。いいですね。結構さ、昔のキャラクターがさ、なんか貫突したりするから、まあ悪くはない。悪くはないが、とりあえずね、やっぱ実況者としてね、早いこと、引いていきたいといったところが、メタ発言で。うわ、なにこれ、ちょ待って、新エースよ。え、絶対来た、これ、絶対来た、絶対来た。なになにこれ、これ、やばい。やばい。よっしゃー、絶対来たっしょ、これ。いや、絶対この背景はやばい。こんなんなかったよね。ちょ、やばい。待って。やばすぎる、この背景。来た。ちょ、マジ、新 LL。お願いします。新 LL で。17号じゃなくて、お願い。いや、もう、いや、ほんと、これちょ、これは来たでしょ、さすがに。ちょ、もう一枚、さすがに。スキップ隠しとこ。え、マジ言ってる今の。ちょ、これ、LLLLLL。いや、違うんだよな。まあ、とりあえず17号引けたけど、LL。いや、これ絶対青背景の代わりでしょ。新演出やばすぎた。やば。ああいうのがあるんね。オッケー。いや、もうマジで頼む。激アツの演出また見せてくれ。ほんまに頼む。ちょ、もうさっきのスカシタン、しかも龍拳にしてよ。宇宙背景のロボット。ちょ、せっかくバダ来たのにさ、もうなんでそういうことになるかな、ほんとに。バダれ！やばい。あれ逃したらほんまにやばい。赤背景。じゃ、赤背景じゃねえ。いや、動揺してる。ちょ、もう龍拳4にしてよ、新キャラじゃないんだったらさ、マジで。うわ、びっくりした。でも GT のキャラがやっぱいっぱい出るようになってますね。えぐすぎるんだけど。来い !LL! 嫌な予感がしてきました。頑張って、宇宙背景、頑張れ。結局、宇宙背景って何を、やば、SP 率やば。いって！お！よーっしゃー！しゃー！待って、絶対音割れしてる。シュー来た。
はい、来ました LL 新背景もしっかりと見れていけたというわけでね。いや、これはもうサムネイル確定したわ。オッケー、やばすぎ。ちょ待って、これなにこれ、もうビンゴ大会みたいになってるやん。ビンゴテレレレテテレテビンゴっつってね。まあやりましょう、続き。やばすぎ、ちょ喉がえぐい。最近暖房つけながら寝たりしてさ、めっちゃ喉がいかれてるし、しかも寝不足で頭痛いし、もう最悪だわ。俺にやらせるか、お、極べじやん。ちょ待って、ちょ、よっけ。まあ、最低限のノルマをもうしっかりと果たしたんで、もう今回撤退でいいレベルですね。よし、最高。マジでラッキー。来た。よし。ナイスよ。マジで来た。ほんまに最高、今のは。まあ、2発でね、2発 LL、何チャンスでさ、あれ引けてんのやったらいいんじゃないですか。ちょ、マジで SP 率エグいんだけど。でもなんか変な、ね、モブキャラみたいなのばっかり出てくるけど。いやー違うんだよな。ちょ、龍拳悟空4が欲しい。え、やばくね ?3 倍一気に上がりすぎじゃね。はい、なんか貫突しましたけど、他は全部メダルと。あ、そうか、今日から Z メダルが2になってるんですね。はい、ちょ待って、来てる、完全に来た。ちょ待って、次このガチャ終わったら一旦修行入れます。はい、許してください。赤背景、ちょ熱すぎる、マジで。マジであのエース逃した時もう終わったわって、またコンビニ行かなあかんって思ってて、ほんまに嫌やったけど、マジで助かりました。神様ありがとう。神様、仏様、バイク様、ウィス様。おっと、なんだこの演出、なんすかこれ。 SP なし説あるな。飛ばすか。うん、ちょ、修行出します。はい、やばすぎ、かっこよすぎだろ。てか、ナイスすぎ。ラッキー。本当にラッキー。ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。よし。残りは？メダル10枚でなんかできるんだっけ？ちょ、マジで、今回はね、もう引けたんやったら追いガチャはあんまりしたくないかなって思ってるけど、まあ、引くかもしんないですけど、余裕で引くかもしれんけど。赤の5、悪くないよ。バダレ17号とかもさ、結構いい性能してるからさ、あと新 EX も欲しいんよ。当たらんよな。うわぁ、ちょっ待って、マジで、ちょっと頼む、ほんまに頼む。龍拳4か、いや、龍拳4もむしろ、ありがとう、ほんまに、どっちでもいい。龍拳4か、極棒、どっちか、その4のどっちか、お願い。ほんまにお願い。いいぞ、マジで噛みすぎる、これは。さすが SP3 倍。いい。いい。お願いします。ちょ。隠しとく必要はないか。来た。いや、君じゃない。君は関東通済みですね。今度は死ぬかもね。お？まあ、めっちゃ外れじゃない。オッケー。関東に一気に近づきました。悪くない。でも、龍拳4欲しいな。欲を言うなら、マジで。もう新キャラ出てるからあんま言わんけど。オッケー。待って、これ貫突マジで持ってけんぞ。えぐ。はい、ということでね、しっかりとゴジータ4じゃねえわ、新しいガチャ引いていきましたが、ちょっとね、どうするか迷ってます。非常にどうするか迷ってるんやけど、もうちょっと引こうかな、もうちょっとだけ引くか。うん、ステップ6まで引こうかな。はい、やっていこうかなと思います。やべえ、マジですげえわ。新演出もしっかりとね、見ることができて、スクショしといてよかったわ。マジで喉つぶれた。ほんで、いや、これはなんもなさそうかな。いや、いいや、見よ。今日は演出の調子がいいから。ウィス、何をしているかガロット。オッケー、マジでこんなさ、ふざけたさ、余裕出してんのはほんまに引けたおかげやから助かったわ。 LL、おー、色すごなんか小学生の時に作ったスライムみたいな色紙がよく流行ってたよね。で、食ったら腹壊すみたいな。腹は壊さへんか。はい、いや、ちょっと10分ぐらいでちょうど止めとこうか。だから、まあ、無料はちょっとね、別で引こうかなと思います。はい、なんかの動画のおまけにしてるかな。うん、やばすぎる。ほんまに良かったです。はい。ウィニアラスローカガロット。ということでね、
新ガチャ最速で引いてみた動画になりますが、ぜひね、皆さんの、結果も教えてください。まあ、まだまだね、期間もあるんで、なんとかね、頑張って、みんなで引いていきましょう。それでは、おお、めっちゃ出てる。お疲れ様でした。